こんにちは。伝説のレーサーシリーズ、はい、えー前回も言いましたけど、はい、思いのほか、うん、たくさんの方がご視聴いただいてて、本当だよね。びっくりです、うん、で、す。前回のケント・アンダーソンさんの時にね、あの片山さんから教わっている伝説のレーサー、ほとんど名前聞いたこと、名前すら聞いたことない、いう、はい、こ全くわからない山下その中に、 伝説のライダー片山隆山 <laughs> さんしか知らんからね <laughs> いやでもそんな僕でもこの人は名前聞いたことある誰でしょうケニー・ロバンスーンああキングケニーねキングケニーはいえっとどうしましょうこれちょっとこれ説明するまでもないんですか、ね、いやでもね、うん、あのー、みんなね 山ちゃんがあの最初に冒頭に、ね、語ってくれるストーリーって、ねうん、そんなに記憶に残っている人少ないと思うだから、うん、あの僕も、あ、なるほどって思うことは多いもんあそうですぜぜひひ僕もね,あ,のねこれある人から言われたんですけど、うんまあ、例えばねウィキペディアみ見たら書いてあることを僕読んでるわけですよ、うん、だからミやアむの話、はい、いちいち山ちゃんが説明僕が説明せんでもっと僕は思うとったんですけど、はい、いや違うと。うん それを聞いてる片山さんの顔を見てるのがすごいよ。あ、そうなの。へとか。そうなんだ。あの時そうやったんやとか。ううん。山さんの表情が変わっていくっていうのは面白い。あ、なるほど。うん。まあそんなちょこと解もらったの。まああいや確かにそうだよね。あの聞くことはあのおニューが多いから。おだから楽しみにしてるうちに今回に近づいて。じゃあ僕がえっとはい読ませていただきます。え今回もウィキペディアから情報。 ししてお伝えしてましたいいと思います、えー、ケニー・ロバースさんはですね1951年12月31日生まれ、すごいねアメリカ合衆国カリフォルニア州出身のレーサーです。AMA グランドナショナル選手権、ロードレース世界選手権、うん、500cc クラスなどで輝かしい成績を収め、うんうん、キングケニーというニックネームが生まれたと。うんはい えと長男のケニー・ロバーツ・ジュニアも WGP500cc クラスを制覇し WGP、うん、元 GP を通じ2017年現在唯一の親子2大チャンピオン、うん、素晴らしいよね、えー、ジュニアとの明確な区別のため、うん、ケニー・ロバーツ・シニアと呼ばれることもあるとシニアとジュニア次男のカーティス・ロバーツも WGP に参戦したと。うんうん 1992年には国際モータースポーツ電動2000年には元 GP 電動入りしているそうです。それにふさわしいよね、彼の成績は。 どうですかライダーとしてです、ねうん、1973年からのちょっと歴史を語らせていただきたいと思います。はいえー、1973年母国アメリカの AMA、うん、グランドナショナル選手権において、うん、史上最年少21歳でチャンピオンを獲得、うんうん、翌1974年も2年連続でタイトル獲得、うんうん、1974年には WGP にダッチ TT、各国オランダ GP の 250cc クラスで初出場、うん。その時に俺も初めて 一緒にうんワールドグランプリに出てあだからケニーと俺が、えー、ワールドグランプリに出たのは同じ同じうんあそうだよ、うん、じゃあ一緒に世界に飛び出したと、ね、多分ね日本から俺が行くっていうのを、うん、あのそしたらケニーも行かせるかっていうふうにして、うんえー、まあ多分アマ選手権とぶつかってなかったんでしょうは<ー>、えー、彼はそれ一戦だけ来たのかな あの次のベルギーは危ないから行動で走らなかったね、うん、そうか、うん、ちょっとじゃあ1978年のヤマハワークスライダーとして WGP にフル参戦するからのお話しますね78年にあのワークスライダーとしてフル参戦して初年度から3年連続で 500cc チャンピオンという偉業をそれもすごいよね、うん、片山さんが取った翌年ですよねじゃあ そうだね WGP において初のアメリカ出身のチャンピオンにもなった、はいえー、1983年はフレディ・スペンサーと歴史に残る激戦を繰り広げた僅差なかなかのレースだったね僅差、はい、で WGP 王座を逃がした、うんうん、この年を最後に WGP からは引退ただし1985年86年の鈴鹿八時間耐久ロードレースなどその後もいくつかのレースには出場した、うんうん、そうです テック2アンで一緒に組んだんだっけ、田平君と。あ1985年に、うん、えと鈴鹿八大で田平良忠彦さんと組んで出場した後世への影響としましてはロバーツの行動や行政の中には、うん、今日のグランプリの基礎となっている事例が多いと言われている現在、レーシングライダーの間で主流になっている、うん、ハングオフ。 のスタイルをーヤーロ・サーリネンさんと並び大、うん、制流行させたライダーとしても知られていると、うん、そんなにハンゴフしてたのかなは、ね、俺はそんなイメージがないけどね<ー>まああの、えー、腰はちゃんと落ちてたけどもそれよりもランディの方がハンゴフっていえば一番極端に落ちてたんじゃないか <laughs> <laughs> ぶら下がってたもんねとも 何回か後に教えてください分かりましたね僕の分からん分からんのままよ聞いてますそう確かにケニーも腰は落ちてはいたけどもそんな激しくのイメージはなかったけどもはいどうぞ言ってくださいでもそのスタイルはその辺にはあったんかもしれないいや当然ねえとそれ以外にもですね WGP 転戦において巨大なモーターホームを使用したそうだね うんまあ、レースウィークの間に最近、1頭でまあ寝起きをするというような生活スタイルを持ち込んだ人まさしくあの<ー>ケニーが、えー、30フィートだったかな、うんえー、その三十3335ってどんどん大きくなっていくんだけども、うんえー、一番最初に、えー、持ってきたねでかいの、うんうん、かそれはもうヨーロッパの人間には驚きだったよ。金山さんはそれを見て あのアメリカへ買いに行ったよいいなと思ったわけですね。とスティーブ・ベイカーとともにアメリカのレーススタイルをヨーロッパのレースに持ち込んだ先駆者であり、うん、その成功により以降、はい、あ先ほど出ましたランディ・マモラ、うん、フレディ・スペンサーエディ・ローソンらがヨーロッパに進出してくることとなり、うん、WGP におけるアメリカンライダー時代の始まり。なるほど 今名前が出たスティーブ・ウェイカーはアメリカ人なのにアメリカ・ヤマハがスティーブをサポートしたんじゃなくて、えー、カナダ・ヤマハがサポートしたのだから<ー>あのカナダの選手かと俺はずっと最初思ってたよアメリカの方ですねあそういうことってあるんですねあるんだね<ー>まあ国があの近いというのとね国境があるようなないようなところだったから、うん、あそれでカナダの冠で 走ったんじゃないですか<ー>、うん、まあヤマハアメリカの方はねケニーがもう君臨してたからねあのー、実際片山さんにとってケ、うん、ニー・ロバースさんってどんな方やったんですか、うん、いやものすごくあのー、走りそのものがスタンダード化っていうのかなあのー えー、基本にものすごく忠実な走りをする人だと思う。例えば違う人は誰ですかって先ほど言ったランディだとかフレディだとか、はいえー、っていうのがアメリカのライダーにはいるんだけどもあの、えー、今名前を間違って言いそうになったエディ・ローソンも、うんえー、そうだよね、うん、あのエディもスタディ・エディって言われるように非常に。 あのスタディな走りをするそれはケニー・ロバーツからあの受け継いできた走り方だと思う。うん、うんもう限りなくあの時代のあの時のマシンにあのふさわしいセオリーセオリーな走りをアウト・イン・アウトのもう典型的な走りができる人。山さんとはババッチバジに ぶつかっとるわけですよねね時期もそうだ、ね、あの同じ74年からワールドグランプリスタートしては彼はすぐにあの500をね、えー、行っててあのすぐファクトリー体制で走れたからだからあのずっと恵まれた環境の中でグッドイヤーという恵まれた当時のトップのタイヤもつけて。 あのー、いいい星の下の元に生まれたライダーだと思うそれなりにふさわしい、えー、ライディングマインドとライディングテクニックとライディングキャラクターと、うん、もうレースするために生まれてきたような男だよね。<ー> 実際こう言葉を交わすことも。まあよく彼とは話したよ。どんな、どんな人やったんですか。えー、あのー、一言で俺たちがわかりやすく。語るとするとアメリカンカーボーイだよね。うん、あのー。カーボーイってチャラチャラ。しない。はい。あのー、非常に。あのー。荒くれの中を生きる。荒野の中を生きる。生き抜いてきた。あ人たち。 何かこうブラッドがあるっていう感じかながゆえにものすごくプライドが高いいい意味で品格がある品格がある品格あるよ<ー>、うん、アテチュートっていうかあの威圧感というかねあの全てにおいてチャンピオン前とした、うん、素晴らしさがあるお<ー>うん <あ>の日本のさお相撲さんでもあの横綱になった人はたくさんいると思うけどもその中でも例えばあの力士はあの力士はっていう風に本当に横綱善としてあの戦える人っているじゃない取り組み方から。 そのよく言う品格ってやつですかそうですか、ね、そ相撲協会がね、うん、ものすごく重んじる、うん、そういう、えー、品格を常に持ち続けているライダー,ー、うん、多分にあの全てのライダーがみんな見習わなければならない<ー>、うん、そういうい、えー、意味でもあのセオリーだよね<ー>、うん、でもなかなかその,あの見姿を見ただけではね真似はできないよね。うん 根っこが変わっていかないといけないから、うん、生き方感じ方、うん、全てがそういう品格のもとに <laughs> そっかあのなんかエピソードないですか片山さんとその実際バチバチに戦っている時のそうだねあのやっぱしえー、彼がどういう性格なのかっていうのをあの俺たちは 普段の生活かから読み取るっていうかねそれがあの必ずやレースに反映されるんでねだからあのそんな細かなことまで関係ない必要ないというふうに思う一挙手一投足を俺はどちらかといえばデータ取りしていくタイプだったからあのそれをどういうふうにデータ化して活かしてるかっていうのは非常に。 えー、あやふやではあるんだけども、うんえー、たくさん情報を入れておけばどっかで必ずシナプスが働いて答えが出るっていうのが人間の常だからそういう意味ではあそういういろんなライダーの語り口調であるとか走りであるとか日々の動きであるとかっていうのを観観察察できるるにははするんだよね、うん、俺はね俺例えば今思い出したので2つぐらいかな。うんえー 一つは、その大きなモーターホームを持ってきた、えー、アメリカンチームは、えー、当時ものすごく流行っていた日本のカップヌードルが大好きだった。うん、<laughs> <laughs> 俺たちカップヌードルなんかわざわざ、その、ヨーロッパにまで持って行って食おうかなんて思わないからね。うん、要は、インスタント食品を食べたいというふうに思わないから、うん、基本が。 うんえー、高級な食べ物というイメージがないわけだから俺はカップヌードルなんて本当にそにヨーロッパで食べたあの記憶なんか全くないわけよところが彼らはカップヌードルがものすごく好きでいやいやいやもうアメリカから大量に持っていくわけじゃないもしくは日本のヤマハに持ってこさせてるわけじゃない。<ー>で モーターホームの上でケルキャラザースとか <laughs> ずるずるケニとかズルズルってずるずる「<laughs> うまいぞ!」とかって言って俺たちに見せびらかしてて <laughs> あ「あそうだこいつたちカップヌードル好きなんだ」って <laughs> インスタント食品っていう意味ではあのアメリカのハンバーガーチェーンがあるみたいにあ,のある意味手軽に食べれるっていうのは、うん あのアメリカ人向きだったかもしれないね,なね、うん、それからテイストがあの、えー、なかなか今までなかった味、うん、で,でそれがまあ「へえ」という食生活の違いで、うん、<laughs> 驚いてもう一つはケニーはみんなが知ってる通り雨でも晴れでも早いんですよ。うん、あの雨だから 適当に手を抜こうなんていう走りはしないできないタイプだからうん,うん。だからいつも雨でも早いから俺は雨も好きなライダーかと思っていた、はい、ところがある日ケニーは雨が嫌いだということが分かったその時には結構俺の中でえっていうあのクエスチョンマークがたくさん並んだよね あれだけ雨でしっかり走っているのに、雨嫌いなんだ、みたいな。で、俺はどうかというと、雨でも晴れでも好きだ嫌いだっていう言葉を使わないっていうライダーなんで、というのは、好きだって決めようが、嫌いだって決めようが、そこに行った時には100%で走ることを決めてるわけだから、好き嫌いなんていう感情は関係ないわけよね。やるだけだから。 だ俺にはそこの好き嫌いの感情は全くないわけ。もう雨が降っても晴れても曇っても,、うん、もうそれなりにベストで走るっていうふうにしか自分を追い込んでいかない。うん、ところがケニーはオランダってものすごく天気が変わりやすいね。でそのダッチ TT は特にもう30分雨降ったり30分晴れになったりっていうの交互に来たりするサーキットで。モーターホータムの上でずっとこう 上を眺めているわけ。レース前に。うん、で。ケニーさんはケニーが。うん、で、空天を仰いでるのよ。で。晴れてきたんだ。なあ,あ、俺は晴れてきたなって。な、俺は。あの。タイヤの用意を。メカニックに。インターミディアと。あの。スリックを。っていうふうに、こういうふうにう。用意させる方向にしか頭が働かない。うんうん、ケニーは。晴れてきたのを見て。 <laughs> 天を仰いで拍手して喜んでた俺その姿を見てあこいつ晴れの方が好きなんだと思って <laughs> 俺からすれば可愛いと思ったのね <laughs> でもあのその可愛さはあの雨でも晴れでも早いんだ変わりはないんだ <laughs> でも好き嫌いがあらわにあるということだけは分かった <laughs>。 <laughs> そういう情報を常にこう頭にインプットしながら、うん、いろんなその細やかな情報を頭に入れながらどこかで何かに役立つんだろうかもしれないと思いながら情報必ずどこかで役立つんですよ、えー、今日こうやって一言言っただけで多分見てる人たちは初めての情報なんで、うん、すごい喜んで笑ったと思うよ、うん、<laughs> ケニーが晴れてきた空を見て手を叩いて誰かが見てるなんて気にもせずに<ー>見てないと思ったかもしれないね<ー>もう自分自身でやっ 晴れてるうわみたいに一人で喜んでたもん。最初のカップヌードルの話は <laughs> カップルードルの話はどこがレースに役立つんですか。えどこがレース？あいつカップヌードル好きやねん。<laughs> が勝手に山ちゃん話聞いてないね。どこで役立つかはわからないってそのうちに情報はたくさん入れていると勝手にシナプスが どこかで答えを出すあそうだね。うカップヌードルも重要なんですねそうカップヌードルも重要<ー>そう。山ちゃんとこうやって話している時に山ちゃんがメガネをこうやって上に眉のところに引っ掛けてあげて俺と語ってますっていうのも大事なのよ全然そ、ね、<laughs> 写ってないたまにそうやってる時に山ちゃんがもうなんか探し物をしていてヤマ <laughs> ちゃん何探してるのっていやメガネはないんですって <laughs> お前のおでこにあるじゃないって <laughs> 俺が言ってあげれるんでしょ <laughs>、えーえーあい まああのね本当にウィキペディアには出てないようなねいろんなエピソードをいっぱい片山さんから解説してもらえることでケニー・ロバーツファンも喜んでるかと思いますいやいやそうだと思うよねあまりにも長い生活をたくさんしたんでねだから日常を共有してるわけじゃない俺たちはパドックっていうもう私服を着てものも食べクソも しトイレに駆け込む姿もあり誰かと手をつないで歩いている姿もあり誰かと喧嘩している姿もあり自分でタイヤ持っている姿もあるいろんなあのファンが映像を通してもしくはメディア媒体雑誌を通してしか見ることのできないのとは もう行間の中で俺たたちは生きてきてからレースでこんな成績を収めましたって素晴らしい写真が3枚あったとしたらそれは1時間のレースの中のほんの数秒のショットであるわけじゃないでもそのために2週間ほど俺たちは生活してるわけだよねパドックに入って4日5日は生活してるわけだよね。そういうい 共有している時空間が違うから見るべきものも違うよねうだから俺はいろんなことに興味を持つわけよ。うそういうあの足したような興味アンテナを張り巡らせることが、はい、あの多分に「片山高らしさを作ってきたんだと思う,うん、うん。悪なき探求のね、えー、その路線をずっと。 歩んでいいるというかだから自分の,あの意識してそうやってやっている部分と意識せずにやっている部分ってあるじゃない人間って。当然いいことだけを選んで過ごしているわけだから,だからケニーにしてもあの同じようにそういうアンテナがあるんですよ。うん 一度ここにケニー座ってもらって聞きたいよね。日本語しか通あ僕ダメですからね。日本語でいいじゃない。日本日本にこんだけないこと住んでたある程度日本語わかってる。奥さんがずっと通訳してくれるから。はい、ケニーさんお会いするの楽しみしてますキングケニー。はい。いやいや、もう本当に俺たちが過ごしたあのゴールデンタイムのあのトップオブザトップだよね、ケニーが。うん。 ありがとうございます、はい、えと今回はケニー・ロバーンさんのことを片山さんからおわれましたあ<の>、ね、今回はね、はい、ケニーの素晴らしい走りの、えー、テクニカルの分はあの話すタイミングがなかったので<あ>また次回ね、えー、そういうものも一コつもんんあるんですか 当然あるでしょういやいやじゃなくてそれれを語るつもりでで追ってくれたわけですか <laughs> いやいや,いやあのつもりでいなかったけども今全くあの喋ってなかったなっていうのがあったからあ、ええ、あのそれはそれでたくさんのあの片山さんさえよければ実習ケニー・ロバースの走行テクニックについて <laughs> またあのケニーだけ2回やるとねよくないからね <laughs> またテクニカル編で <laughs> 僕への批判が集中しされ <laughs> 山ちゃんの聞き方が悪いい <laughs> いやいやいや今までの「レジェンドライダー」の中では そうういあまりテクニカルな話はしてないもんね、人となりのほうが大事だと思うし、そうフォローしていただけて、いやいや、山ちゃんは全く落ち度ないですよ、本当に。一応ね、実習の予告したっていいですか、これ初めてですけど、実習はフレディ・スペンサー、ケニーと来たらフレディ。 はい,いえっと次次州はランディーマモラさんおそこまで行くか、えっとこの三 <laughs>、えー、人三人さんのお話聞いていたきたいと思いますはいですのでどうぞ皆さんの 忘れないようにチャンネル登録をですね、しっかりしといていただいて。なるほど。ええ。よければ、あの、グッドボタンを押していただければと思います。私もチャンネル登録しましたので。やっとですかいやいやいや、もう最初にしてます。ということで、どうぞ、あの、次週もお楽しみくださいませ。次週も楽しいらしい。はい。ということで、えっと、ケニー・ロバさんの回、講義終了したいと思います。はい。ありがとうございまた。今週もありがとう山ちゃん、さよならバイバイうわははははは